なに面白いものがこの世に存在するなんて。うん、まさしく文化的で素晴らしいデカルチャー。ああ、漫画か。この時代にはこんな面白いものがあったんだな。うん、これを失うわけにはいかない。博士、僕は必ずこの時代の平和を守ってみせます。この漫画ととっても親切な家族を守るために。だから神様、どうか僕のカバンが見つかりますように。カバンが見つかったよ、新人君。神を感謝します。僕の願いを聞き入れてくれて。新人部官やね。知らんかったよ。それよりも本当にカバンが見つかったんですか？ああ、今さっき警察から連絡があったんよ。カバン盗んだ犯人捕まったそうや。そっか、よかった、これで救われる。じゃあ今すぐカバンを取りに行ってきますね。ああ、そんなに慌てんでも大丈夫。はい、カバンはうちまで届けてくれるそうやから。ああ、と30分もしたら君の手に戻ってくるよ。本当に何から何までありがとうございます。このご恩は一生忘れません。ああ、そない気にせんといて。袖すり合うも多少の縁って言うやろ。警察の方とはお付き合いあるから顔が利くの。職業柄ね。職業柄言ってなかったっけ？僕はこう見えても弁護士してるんや。弁護士？あ、ちょっとチャラいけどね。弁護士知らへん？聞いたことはあります。悪いやつだって。悪いやつか。それはちょっとひどいな。あ、ごめんなさい、よく知りもしないのに失礼なこと言って。いいよ、依頼人の弁護をするのが仕事やから。時には悪人を助けてるように見えることがあるかもしれへんけど、弱い人や困ってる人を助けることだってできる。僕はそんな弁護士になりたくてこの職業を選んだよ。弱い人や困っている人を助ける、素晴らしいです。尊敬します。そない、そこまで言われたらなんか照れるわ。僕の一番尊敬する人も弱い人や困っている人を助けるために戦ってるんです。真治君の尊敬する人ってどんな人なの？世界を救うために悪と戦う正義の人です。その人、真治君とどんな関係？僕の両親、僕が3歳の頃に亡くなってるんです。あ、そんな僕をここまで育てて導いてくれた、僕にとってあの人は父親みたいな存在です。そうか、君にはそんな人がおったよね。はい。あ、君ここにいてることをその人に連絡せんでもいいの？博士は遠くに、とても遠くにいるので連絡できないんです。すいません。あ、そうか。ただいま。あ、おかえりなさい。おかえり。もう重か。は、持ちますよ。あ、ありがとう。そういえばさっき富五郎のマスターに会ったわ。相変わらずかっこいいわよね。あ、ここを置いていていいですか？うん、はい。あら？あなた？あなた？はい。あなた？はい。なんで散らかってるの？なんか言ったら分かる。いや、あの、いつもそんなことしないことすいません。はい、これ僕が読んでたんです。真治君の？すいません。あ、それやったらしょうがないわね。はい。でも散らかしたんやったら片付けること、いいわね。はい、はい、怒られてやんの。そっか、それでさっき大きな笑い声聞こえとったんか。そんなおもろかった？何読んでたの？寄生獣です。いいよね。いやー、ね、こんなに笑ったの生まれて初めてでしたよ。だよね、面白いね。その本でそんなに笑いすんの？変わってんな。え、変なのかな。いや、僕漫画って初めて見たからさ、よくわかんなくて。ま、漫画初めて読んだん？はい、初めてですけど。え、あ、そうか、漫画も初めてか。そうだ、今日はね、シンジ君にプレゼントがあるんよ。
フレーチン、はい、ほらほら、はい、シンク君、はい、これは服ですか。シンジ君、その服しか持ってないやろ。これから寒くなってくるし、そのままやったら風邪ひいちゃうから。そうそう、いつまでもその格好じゃね。いや、似合いそうやね。男の子の服を選ぶのなんて初めてやったから、もうなんかめっちゃ楽しかったわな。まあ楽しかった。またもうあれがいいっていう。ありがとうございます。はい、でもせっかくですけど、この服は受け取れません。あ、ごめん、気に入らへんかった。違います、とってもかっこいいです。でも僕が今着てるこの服、僕の一番尊敬する人が僕のために選んでくれた服なんです。でもその格好変やで。ほら、でもせっかく選んだのにさ。まあね、やっぱり変かな、うん、あ、僕もうすうす気づいてたんです、この格好ちょっと周りから浮いてるなって。でもそれでも僕にとって一番大切で一番かっこいい服なんです。そう、そんなに大切な服なの。はい、分かったよ。それやったら無理強いはせえへん。この服は君が着たくなったら着たらいいよ。せやけど二人がせっかく選んでくれたんやから受け取ってくれるかな。はい、大事にします。ありがとうございます。はい、あら、はーい、お客さん。あー、いいね、本当にこれからの季節に合いそう。お母さん、うん、警察の人来てるよ。警察？警察、どうしたの。カバンだ。こんにちは、ユダさん。お、先ほどやりましたね、持ってきますよ。僕のカバンだ。ご苦労様です。あ、いい、どう、君のカバンに間違いない。あ、はい、間違いなく僕のカバンです。そうですか、よかった。あ、そうしましたらこちらの受領書にサインお願いします。サイン、はい、ここフルネームで。はい、あ、そうしよう。川久真嗣さん、はい、後日そのカバンを盗まれた経緯を改めてお伺いする可能性があります。お手数ですがその際はご協力をお願いします。はい、ありがとうございました。では本日はこれで失礼します。ありがとう、ご苦労様。ありがとうございました。よかったわね、大事なカバンが戻ってきて。はい、本当に良かったです。なあ、中に何が入ってるの？いや、知らない。僕もまだ見てない。え、自分のカバンやのに知らんの？これ、僕の一番大切な人が預けてくれたカバンなんだ。中身を見る前に盗まれちゃったから。じゃあ、早速入って。ああ、これこれ、リサ君。シンジ君のカバンやね。余計悪いぞ。そうよ、ダメよ。とりあえず、中身確認した方がいいと思うわ。はい。あ、僕ら向こう行ってるから。見られたら恥ずかしいもんでも入ってんのかな。思春期にそんなこと言うな。ありがとう。思春期ってあるね。あるでしょ、そういう時。はい、待って。はい、はい、はい、うん、博士、任務が遅れてしまい申し訳ございません。今、確認します。独裁者フランクリンの20年前の資料を。これは、あ、博士が言ってた未来に帰るための錠剤か。ということはこっちが、この中に独裁者フランクリンの今の時代の名前が。名前は三浦清と。三浦清と。職業は弁護士。
ません。はい、いや、あの、どうした、急にフルネームで呼んで。三浦清人。ああ、そうやけど。嘘だ、そんなの嘘だ。いや、嘘やないよ。どうしたんや。こんなの、あんまりだよ。お、新宿ない。あ、新宿。新宿どうしたんや。僕の名前そんな気に障るんか。そんなわけないやんか。あ、リカ、あの、リサがそれで奥行っといて。気になるやん。何？あ、ええから奥行っといて。でも、どういうこっちゃ。なんで僕の資料持っとるんや。これは何や、薬かい。なんで一度しか入ってんの。あ、もしもし。うん、俺や。今日時間取れるかな。うん、調べてほしいことあんねん。そう、急ぎで。